前節打ち合いの末敗れた徳島と完封勝ちの岐阜という対戦になりました。前半の9分です。もうとにかく前半はこの徳島ペースというこの野村のシュートも強烈でした。そうですね、まあ、トラップして、まあ、一連のイメージをうまく描いた中でのシュートでしたね。はい、非常に美しいトラップからの左足振り抜いたというシュートでした。そして22分にはこのクロスに清武、岸本のクロスも鋭さありましたね。素晴らしかったですね、スピードコースパーフェクトですよ ね。あとは押し込むだけというところですよね。完全に徳島が支配したという前半だったんですが、岐阜もこのショートカウンターから決定機を作り始めます。そうですね、前から、まあ、プレスをかける時間帯というのがね、まあ、岐阜のビッグチャンスを生みましたよね。一方徳島はコーナーキック、ここに合わせていったのは内田光平、ドンピシャリで合わせたんですが枠の左、ボールの質も良かったですし、まあ、後半に入って、まあ、こういう感じのフリーキックコーナーキックたくさんあった中でね、まあ、徳島生かしたかったですよね。続けてこちらがその3分後です。右で岸本のこのクロスに清武を収めてこのシュート、ポストを叩きました。まあ、岸本のクロスの精度と清武のこの落ち着いた胸トラップですよね。まあ、非常にこのエリアの中ですけどね、よくシュートまで持っていきましたよね。そしてこの少し乱れたシーンでしたが、ここはクロス攻撃、藤田落ち着いて1人かわしてこのクロスに清武、ここはね清武よくシュートまで持ち込みましたよね。まあ、体勢が悪いボールも少し、後ろ気味に来ましたけど、うまく体をひねってボールに当てましたよね。当てるだけでも非常に難しいボールだと思いますけどね。はい、叩きつけて高いバウンドで、そうですね、ビクトルも反応はしてたんですけどね。そうですね、